私の熱狂パワフルプロ野球2016。あれ意外と強いよ我が巨人の末期。このコーナーは九州量販ファミリーマートの提供でお送りします。さあここからはユーストリームでもお届けします。よろしくお願いします。皆さんこの方が新加入の楽天の本拠地宮城から来られました、はい、山口マナディです。よろしくお願いします。はい、何ですかこれは。これはじゃん、プロ野球12球団全選手完全名鑑2016です。はい、どうしたのこれ。番組のためにちょっと私も勉強しようかなと思いまして、楽天だけ知ってるだけじゃダメだと思いましてしっかりこれで勉強しながらタコさんの話ついていきたいと思います。偉いじゃないの。これユーストリームご覧の方分かると思うんですけどもね、マナちゃんが持ってるのがこんな小さいやつで、はい、僕が持ってるのはこのドドーンとでかいですね2016プロ野球全選手カラー写真名鑑なんです、はい、うん、なぜ私が大きいのにしたかっていうとカレーっていうやつでございます。大きい方が見やすいということでですね、はい、よろしくお願いしますね、こんな若い方でプロ野球選手名鑑を持ってるのは僕の周りではあなたと西江原愛さんと、はい、平山琴美さんだけです、はい、もう素敵な先輩方と一緒で嬉しいです、はい、さあね、やっぱりですね皆さん野球のある生活はいいですね。はい、昨年11月野球が終わってからですね、うん、先週までですね、はい、もう夜が寂しかった。やっと開けたという感じですか。そうね、はい、もう夜一人でねお友達のねあのハイボール君って人とですね、うん、ずっと倒れてましたけれどもね、はい、よかったもう今ね、はい、やっと幸せな日々が戻ってきました。はい、アニメおじさんです、はい、山口アナ、はい、このコーナーはタクオと愉快な野球好きな仲間たちが野球についてつべこべ言うコーナーですよついてきてくださいねといただいてます、はい、ついていきます。よろしくお願いします。ちなみに楽天ですけど楽天の試合を見に行ったりとか楽天関連で何かされたことあるんですか。楽天試合も見に行きましたし、実はこう楽天見ようかなって思ったきっかけがですね、あの学生時代に東京で通信社でアルバイトをしていたんですけれども、その時にあの東光学園に行きまして、ある方がこうドラフト1位になるんじゃないかということで取材についていきまして、その人がなんと私の目の前で楽天に入ったんです。その方というのは松井裕樹投手です。すごいね、そうなんです、まあ、バリバリの抑えのエース。そうなんですよ、昨日も投げてしっかり抑えてくれたということで、そこからちょっと楽天の魅力にハマってしまいました。参考までにときますが、はい、その東光学園が高校時代に21奪三振取ったのを知ってます、はい、今治西高校から。分かんなかったです。そこのね、はい、6番打者のうちの親戚なんですよ。本当ですか。三振松井さんに献上してるというですね、以上野口家の自慢でした。ありがとうございます。はい、しっかり覚えておきます。じゃあ行きましょう、はい、今日はですねロッテからでございます、はい、谷山のゴルフボーイ君ロッテファンです。我がロッテは誰もが予想しなかった首位発進、キャプテン鈴木が昨日までにホームランを3本放つなどあまりにもらしくないスタート。いつまでこの上昇気流ムードが続くか楽しみでありますと、うん、ロッテ調子いいです。そしてファイターズです。北海道、はい、日本ハムファイターズですね、うん、大谷選手初勝利目前だったものの残念ながらそれはお預けとなりました。そして、ね、大谷選手が結構打たれちゃってるんですよね。昨日もソフトバンクに打たれてるし、そうでした、ね、でいろいろ調べたと結構ソフトバンクって大谷選手を苦手としてない。あんなすごいピッチャーなのにソフトバンクは打てるってすごいね。すごいですね、さすがですね。さすがですよ、しかし今年は大谷選手打者としてすでにホームランを2本放つなど投手としても野手としても高いレベルでやってくれそうですということですね。楽しみ。だって1週間でホームラン2本って言ったらざっと考えたら、はい、ざっと考えたらですよざっと考えたら、はい、年間100本ペースですからね、まあ、よくありがちな、はい、スポーツ新聞計算ですけどもね、はい、ギータ大輔さんソフトバンクです、はい、なんだかな
なんか後を返さんみたいですね。なんだかな。ソフトバンク最近元気がないみたい、ないみたい。ギータもホームラン1本だし、チームも勝ちが少ないみたいだし、これから大丈夫かいな。来週の土曜日は鴨池の試合を見に行きます。その時は勝ってほしいです。そうです、うん、来週はソフトバンク対オリックスがですね、はい、鴨池でされるわけですが、ね、見られる方たくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。盛り上がってるでしょう ね、 そうですね、もうね、鹿児島もホークスファンの方多いですからね、うんうん、しかも我が鴨池球場でホークスが試合をするわけですからね、はい、はい。日頃っかさんはホークスの地元開幕戦を見てきました。先発は日本球界復帰の和田投手、残念ながら初戦勝利とはなりませんでしたが、2試合目の勝利試合を見届けてきましたと、うん、2試合続けて見に行ったということですね、はい。高勝さんです、はい、3月29日この方もホーム開幕戦へ行ってたわけです、うん、和田投手5年ぶりの高のユニフォームです、うん、勝利を期待したのですがライオンさんチームに返り討ちに遭いました。しかし鶴岡選手がタイムリーヒットを打ってくれました。鹿児島出身なんです、はい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 、粘りもここまで残念でしたといただいてます、はい、ソフトバンクいまいちかなといただいてました。そしてグーフィーさん、ライオンズファンです、はい、いやみんな僕グーフィーだよ、うん、昨日のグーフィーはお好きですか、はい、大好きです。ありがとうございます。なんだか嬉しいな、はい、なんだか嬉しいな、はい、野球コーナーでグーフィーっていうのもなんだと思いますけどね、はい、確かに、昨日のライオンズは楽天カードマンのチームに逃げ切られてしまったよって、楽天カードマンじゃないです、楽天と言ってください。楽天カードマン、そしてその楽天カードマンの不安が高槻側にいらっしゃる島中さんです、はい、我が楽天はソフトバンクの開幕戦を1勝1敗1分けと上出来な結果で終えました。昨日の西武戦は相手チームに精神的にダメージのある得点を取って現在2連勝中です。なんとかこの状態を維持してほしいですと、はい、梨田監督がすごい細かい野球をしていると、はい、走らせて、はい、バントで送りまくってという、なんか去年デーブ大久保さんがやったかった野球を梨田さんが今してるみたいですね、はいはい、すごい梨さすがです。梨田さんのこと梨って言うんですか。梨って呼んでくださいっていうふうにおっしゃっているのを地元でちょっと地元で、はい、なんか番組で拝見いたしまして、あ、やっぱりですよ、向こうはその楽天応援番組とかあるんですか。あります、あります、はい、そうなんですよ。なのでちょっとその情報で、あ、梨って呼んでいいんだとか思いながら、はい、梨田監督地元に野球チームがあるっていいね、はい、はい、さあそれではですねセリーグの方でございます、はい、まずはあ、イブスキさんです。こんにちは。私の熱狂プロ野球のコーナーが1時間番組になりそうな巨人の開幕ダッシュですね。野口のウハウハな声が始まる声から聞こえてきそうですね。いや俺ね、はい、これね、はい、こんな調子がいいとは思わなかった。巨人ファンみんな思ってるって、うん、もうオープン戦ボロボロだったんだから、もう打てない守れないだったから、いやー、やっせんぼうさんです。山口アナウンサーはじめまして、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。銀行預金の利率って 0.001%、 貯金をする気にならない昨今ですが、景気がいいのは確実に勝ち越し、貯金を増やしたホクホク顔の巨人と生まれながらの野口財閥の下でお育ちになったたくちゃんぐらいですねと。あら、野口財閥の御曹司でございます、はい、リアルお坊ちゃまくんです、はい、今年の巨人は独走しそうな気がしますねといただいてますけど、どうかな、調子良すぎますもんね今ね。好青年達也くんです、はい、マナティ、はい、私ごと好青年達也くんは、はい、たくちゃんと同じジャイアンツファンですよ、はい、笑いが止まらない今日この頃です。どうかな、いいのかな、こんな思ってて。カンマチロケットさんからもいただいておりました。この調子でいくぞと、うん、ラジオネームマナちゃんと記者場公園でデートがしたいですという方からこの方先週までリエちゃんとデートがしたいですって方でしたけど、あれ巨人です。巨人2試合連続で延長制しました。マナちゃんカレーうどんを作ってといただいてますね。カレーうどんか、カレーうどんできますかね、できますかね、いや俺に聞かれてもですね、はい、きっぺいさん、ゆうすいパパさん、はい、はい、いさしの白うさぎさんからもいただいておりました。巨人関連、あとマナティーと仙台行きたいという方からもいただいてましたね。どっちの仙台でしょうか。どっちの仙台、宮城の仙台の、ね、宮城の仙台、薩摩仙台の中でですね、わかりました。ってことは逆に薩摩仙台までなら行ってもいいですよってことです。どうかな、どうかな、そっちもどうかな。あ、マズルと危険さん、はい、巨人ファンの私、ここに試合勝ったとはいえ勝った気分になれないのは私だけでしょうか、うん、守備陣がグダグダ、1試合5エラーなんて初めてですがよ、打撃陣が絶好調ですからいいもの、これからが心配です。うん、なるほど、そういったこう見方もできるんですね、うん、でもね、はい、打っちゃうのよ、うわ、
もうね、それをカバーする、まさかのね、超の立岡ギャレットクルーズ、はい、坂本この辺が映すのよね、はい、淀みないね、また俺が喋りがね、素晴らしいんですね。はい、さあキングタイガーさんです、はい、阪神は久しぶりに宮古温泉で朝ですね、阪神ファンのおじさんと久しぶりに話した、はらけてたよ、おばあさん、はらける言うたんや、能見は8回までやとテレビの前でなさ見てみ、9回囲んやろ、あかんでわややるなという話を今日、はい、宮古温泉でですね、声が届かなかったのが残念ですね、神田総長からちょっと届かないと思います、テレビ越しで、まあ、届かないと思いますね、はい、キングタイガーさん、はい、白熱すぎる試合ばかりで興奮しっぱなしです、一昨日の、ね、ヤクルト戦は壮絶な打撃戦の末引き分け、昨日の横浜戦は1対0のリードで9回裏に見事にさよなら負け、まあまだ始まったばかりだから、阪神ファンダー Z さんですね、1対2で横浜に逆転さよなら負けしました、抑えがしっかりしないととね、というふうに、あ、頑張れ阪神といただいてました、レオナルドヘガプリオさんもいただいておりました、オープン戦の元気、阪神はどこ行ったんだ、タイガース野郎さん、28日の新聞です、はい、28日の新聞ですね、はい、今週の月曜日の、はい、はい、猛虎踊る鹿児島デーという記事が載っていましたよ、2年ぶりに白星のえのきだ、プロ初当てんの横田選手、そして第1号ホームランの福留選手、鹿児島出身の選手が大活躍を見せた日曜日でした。さらに31日のヤクルト選手高山がプロ初ホームランを放ち、しかも先頭打者で初球打ち、彼はすごいのを持っていますねといただいてました。ここまでが阪神ファンでした、はい、ぜひ来週は宮古湯でですね、おじさんとご機嫌な話をしたいと思います。広島ファンの誠一郎さんです、はい、ここ2試合なんだかモヤモヤしています、木曜日のドラゴン戦は5対0で勝っていながら、まさかの大逆転劇だったんですよね、押し出しフォアボール2連発の後に満塁ホームランってといただいてますね、5対0見た時よかったなって広島思ったんですけどね、丹波哲郎さんです、はい、カープだにゃん、中継ぎが心配だにゃんといただいてます、はい、にゃんにゃん、ジバニャンだそうです、あ、ジバニャン、ご存知ですか、ジバニャン、わかります、はい、僕はついていけてないんですけど、ですか、この読み方でも間違いなかったですか、はい、大丈夫だと思います、はい、よかったですね、よかったですねって何が分かったはい、はい、中日です、今日もどら焼きさん、中日不安です、昨日のつばめさんチームとの戦い、5回表に平田のソロホームランが出たのですが、エース王の投手が粘れず4対1で負けました、今日は先発山井の予定です、頑張れと、佐藤ちゃんからもポチー願いをさんからもいただいてました、我らがドラゴンズ文字通りの一進一退を繰り返しております、かつて名将落合監督は戦前の評価が低いほど北斎演でいました、今年は同じ予感がするんですね、頑張れ中日といただいてました、さあそして葉っぱ文美さん、はい、いやー我が中日ヤクルトの小川投手にやられすぎですね、というわけでウェルカム山口アナウンサー記念、ドアラ先生クイズ、どっちがドアラですかというクイズをいただいております、はい、2枚写真をいただきました、右側ですね、なんかグレーのですね、平川動物公園にいそうな動物ですね、左側は CD というイニシャルの入った帽子をかぶってるコアラみたいな生き物ですが、どちらでしょうか、難しいけど左、左、この青いコアラみたいなやつ、ファイナルアンサー、ファイナルアンサー、でででん、正解、おめでとうございます、巻きが入りました、はい、横浜ファンの目を閉じて耳たぶさんです、横浜今年はお客さんが相当入ってます、目を閉じて耳たぶさん、横浜を愛してもうすぐ40年、目を閉じて耳たぶです、山口さんはご存じないかもしれませんが、横浜ベイスターズは12球団で一番白星から遠い球団なので、基本的にしみったれたメールになりますが、よろしくお願いします、はい、この耳タブ、しかし意外にへこんでないんですよ、例年と違い先発はきっちりゲームを作っているし、戸柱くんが後ろにボールをそらさず、いきなりリードでどっしり扇の要の仕事をしているし、やはり筒香、菅野&能見の両エースからの貴重なホームランと4番の仕事をしっかりしているし、あとは他のバッターたちが打ち始めるのを待つだけです、特にハマスターをマリンブルーに染めたスタンドの大声援はすごい、98年以来、あ、この日、この年優勝したんです、横浜がですね、98年、はい、30何年ぶりに優勝した98年以来、はい、こんな光景は見なかったので、テレビで見てすごく感動しました、お客さんが入ってる、はい、そしてヤクルトファンのタッパンつばめさんです、はい、とりあえず12球団最後でしたが無事に勝利することができました、よかったです、バレンティン早く帰ってきてね、昨日は小川が良かったです、はい、さて、でへへのへ
マナポン青い顔してるよびっくりポンやしてないと思います。アキナさんからもいただいておりました。楽しい楽しい野球はまだまだ続くよ、はい。このコーナーは九州量販ファミリーマートの提供でお送りしました。